はい、どうも、スカイです。本日はですね、ゴルフバッグ、以前ゴルフクラブとか入れるその、いわゆるキャディバッグの中身は紹介したんですけど、ゴルフに行く時って、ボストンバッグとかトートバッグだったり、そのクラブ以外に着替えとか、あと場合によっては靴とかそういうのを入れて、持っていくバッグっていうのを、皆さん持ってってると思うんですけれども、そのゴルフバッグですね、手持ちに持つゴルフバッグの中身、あとどういうバッグを使っているのかという紹介を、今回はしていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、ではですね、まず私の使っている、ゴルフバッグ、手持ちで持っていくゴルフの、バッグですね、何を使っているか紹介したいと思います。こちら、エルメスのオータクロア45というサイズですねのものを使っています。エルメスというと、あともちょっとこの形を見るとなんかバーキンを、連想する方多いかと思いますけれども、バーキンの元になったエルメスの、最初のカバンですね。バーキンを作る前に、こういった形のカバンとしてオータクロアというのがもうすでにバグを入れるためのクラブとして、バッグとしてエルメスでは、生産されていて、これをベースに今バーキンが作られたという感じですね。だから歴史上バーキンも古いようなバッグが、オータクロアというバッグになっています。でこれの特徴はですね、バーキンと違ってちょっと縦が長いんですね。で、かなり大きめなので、いろいろサイズはあるんですけど、私の使ってるこの45とかも結構大きめなので、ボストンバッグというか旅行にも使えますし、ゴルフとかでもいろいろかさばって物を入れたいっていう時にも使えるようなバッグになっています。それでは、具体的にですね、このオータクロアに、何を入れているか、具体的な中身についてご紹介していきたいと思います。まずですね、これシューズケースを使った靴ですね、靴が入ってます。ゴルフシューズが入ってまして、こちらのベルルッティの、ゴルフシューズですね、ゴルフシューズが入ってます。でやっぱりこのゴルフシューズはキャディバッグに入れてしまうと着替えの時とかに、取り出すのが、ちょっと面倒くさい。そのキャディバッグがは、コースというかあっちに送られちゃうので、着替えの時に毎回取り出すのが面倒くさいので、シューズは、手持ちの、ボストンとかそっちに入れてる方が多いかと思います。で私もそのようにこのゴルフシューズ自体はこの手持ちのバッグの方に入れています。で、続きまして、これどっちもベルトに通すんですけど、ベルトに通すポーチが2つあります。で、こっちが、ディオールのなんかサドルバッグの、ベルトポーチになっていて、この中にですね、ゴルフボールが2個入ってて、あと、私このツアーティー使ってるんですけど、ティーがロングティーとショートティーが、入ってて、あとマーカーですね、マーカーがいくつか入ってまして、はい、クラブハウスっていう、メーカーかなが好きなのは、このウェッジホックっていうですね、このハリネズミちゃんが私好きなので、これの関連した差し込み式と、あと普通にこう置けるマーカーを何個か入れてます。なのでボールとティーとマーカーが、このディオールの方のポーチに入っていて、これをベルトにつけて、で簡単にそのゴルフ打つ時のショットの準備がここでできるっていう感じですね。でもう一個こっちの方のポーチはクロムハーツですね、クロムハーツの、ベルトポーチになっていて、これ何が入ってるかというと距離計ですね、距離計が入っています。これは忍者ゴルフっていうところのメーカーの、距離計が入っていて、でこれがすごいちっちゃいんですよね、すごいサイズがちっちゃいので、本当このミニマムなポーチにこうスッて入ちょうど入って、でこれでベルトにつけるという感じで、ディオールのポーチと一緒に、これちっちゃいので2つとも
ベルトに通してもそんなにスイングの邪魔にならないような感じで、つけてます。でっていったそのベルトにつけるポーチ2つが、入ってるのと、あとですね、あと、まあ、ちょっと細かいですけど着替えとか入れる用の袋、これは別に特にブランド感ない普通の袋と、あと傘ですね、折りたたみ傘が入ってます。まあ急な雨とか降られた時に濡れないように傘が入ってる。今のを全部まとめてこいつに入れて、まあゴルフ場に向かっているという感じです。はい、以上がこの私の持ってる、まあ、ゴルフバッグっていうから、これなんていうんですかね、まあ、ボストンバッグ、ゴルフ場に持っていくバッグの、中身になってまして、まあ、本当に中身といってもそんなに大層のものは入ってないんですね。基本的にラウンドで使うものと、まあ、傘くらいですかね、まあ、あとプラスアルファで途中で買った水筒とか、なんか食べ物みたいなのを買ってたら、まあそれもここに入れたりはするんですけれども、まあ基本的には先ほど紹介した内容のものだけ入れて、まあこれと前回の動画ですかね、その前に上げた動画で、キャリーバッグの中身って言ってるの紹介動画があるんですけど、そのキャリーバッグを、2つ持って行って、いつもゴルフ場に向かってるって感じですね。まあそれ2つ持っていけば、まあゴルフができるっていう、セットになってます。結構このゴルフに持っていくバッグはボストンバッグだったり、まあ、トートバッグ使ってる方とかいろいろなパターンがあると思うんですけど、私はちょっとこういったバッグを使ってますね。はい、本日は、私の、ゴルフ場に持っていく、まあ、持ち運び用のバッグの、バッグ自身の紹介と中身の、紹介でした。まあ、ゴルフクラブもですけど、結構私こういったゴルフで持っていくものとかもですね、一つ一つ結構こだわりを持っていますので、まあ、何か参考になれば幸いです。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。